はい、みなさんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかです。今日は結構リクエストがたくさんあった毎日メイクをお届けしたいんですけども、すんちゃんナレーションでいきたいと思います。それでは見ていきましょう。レッツゴー、ゆかチャンネル。はい、みなさん、すんちゃんです。今日は私がナレーションします。最初、ゆかちゃんのスポンポンスピンを見てください。綺麗ですね、スピンも。なんか自然な顔。じゃあまず、あの、まあまあ、ゆかはあの鼻の毛穴が大きくて、やめ、ダメ。だからキルカバーもう殺す感じのカバー感じのあれを使った方がいいんですね、皆さん。まあこのブランドはクリオっていう、まあ前から結構人気があったブランドで、最近結構ね頑張ってってさ、うん、結構頑張ってる会社だからいいかもね。なんか毛穴とかね、自然な感じでさ、しっとりする感じでもいいし、なんか夏夜でも結構いいかも。じゃあ次はカリフォルニアブリース。じゃああの、ま、目の上の眉毛、なんて言うんだっけ日本語で。眉毛、眉毛、眉毛をこうやってきれい。うわ、あのね、私一番怖いのは、まあ男みんな、うわめっちゃ刺してる指で指でめっちゃ刺してたよ今。大丈夫あれ、新しいなのにさ、めっちゃ刺してさ。あのね、私一番女の子が怖いのは、いや男みんなそうと思うけど、あのファウンデーションだけ塗った時あるじゃん、それめっちゃ怖いの。いや、あるのそういうの。ごめんね、下もこうしてさ。でもあれ目に入んないんだね、女の子って。入った入った入るんかい。じゃあで、まあもうちょっとね、なんかボリュームがもうつける感じでさ、キラキラも入れてさ、でちょっと上げて上げて、そうそうそう、大事で上げて、ちょっと3秒ぐらい止まった方がもうちょっとね、しっかりパッて上げる感じはあると思うよ。そうそう、ゆかはねちょっとこういう眉毛のセンスはないから、まつげ、まつげな。そうそう、しっかりしっかりで、フィクシー、これでフィクスすんの。これでちゃんとね、なんかなんていうか、まあちょっとコーティングって感じだから、まあ長持ちするためにこうやってつけて、そうちょっと長くつけた方が、まあ一日なんかクラブ行ってさ、汗バクバク出てさね、若いたちらなんかかっこいいってさ、好きな男前にもさね、いつも綺麗な状態を見せなきゃね。じゃあリップね、これね、みんなね、なんか最近夏だからいっぱい飲んでるしさ、すぐなくなるのリップは。もうリップはね、なんか間違ってまあまあまあ、ほぺんこにほぺんこにつけてみて、あ2回、そういう感じなんだ、2回つけるんだ、あいいね、なんか、あなるほど、うまいね、化粧品、化粧品。なんかちょっと薄い感じで先にやって、もう一回はっきり感じの、なんか、おーいいかもいいかも。何その調子乗ってる顔。いっぱい見たんだね、いろんな YouTuber の化粧品の方法。あ、バイバイ。